こんにちは、ストッカ塾の久保です。今日はね、牧人のトレーニング第2弾っていう感じで進めようかと思いますね。まあ第2弾って言っても今までもかなりしてるんですけども、記録映像のパート2ですかね。まあ牧人関係の動画結構撮ってますけども、こうやってなんかこうちょっとできるようになったぞみたいなの第2段階、これをやっていきつつ第2回目ということでございます。前回はね、後手ができるようになりましたよってことでやらせてもらいました。こんな感じの後手でしたね。まずはこう構えて1手2手3手4手5手と肘打ちまで行きました。これがねずっと牧人のトレーニングって、まあ指導者当然いないですし、こんなものを買ってる人はね、多分この町内でも私ぐらいのもん、いやいや私の住んでるね町でもこのぐらいのもんじゃないかなと思うんですけども、私ぐらいのもんじゃないかと思うんですけども、そのぐらいね、ちょっと変な人しか買わないような気がするんですよ。さすがにね、イップマンが大好きでもあんまり買わないと思いますから、ジャッキーチェンが好きでも。まあ私こうやって買ってしまったんでホームジムに置いてるんですけども、その上でね、指導者いないわけですから、どうやって叩けばいいのか分かんないんですよ。で、イップマンのオープニングとかエンディングとかを見ていろいろ見るんですけども、動きが奇妙でね、全然分かんないのを、まあ、こうやってストップモーションしながらスクリーンショット撮りながらやってみたところ、私はちょっと後手に落ち着いたって感じです。正しいかどうかは分からないんですけども、1手で相手の拳をね跳ね返して、2手で左の手を防いで、3手で攻撃に入ると、ここね顔面攻撃、顎のあたり攻撃に入るイメージで、4手で顔面キックで、次に向こうの攻撃が来るか、もしくはボディに対しての肘打ちですよね。だから防御2手、攻撃3手を組み合わせて、一呼吸で5つのアクションを入れてみたわけなんですけども、正解かどうか分かりません。で、今日は第2弾なんですね。第2弾は3手です。見たことあると思うんですけども、下から突き上げて上行って小手突きですね。これ結構簡単なんですけども、昨日他の YouTuber さんが牧人をやってるのを見て、お、これならすぐパクれるかなと思ったんでパクらせてもらいました。1、2、3ですね。で、バリエーションとしては、こうやってこうやった後こんなのがあったり、こうやってこうやった後どんなのがあったかな、まあこれもありますよね。こうやってこうやって外から蹴りを入れてみたりとかね、だからこう体こっち向くわけですよ。こうやって倒してみたり、引き渡してみたり、こう腕をね倒してみたりとか、いろいろあるんだな。これが何の意味を持ってるのか分かんないんですけども、パンチ2つできた時にこうですかね、分かんないけど、まあいろいろ想像しながらやってます。1、2、3ですね。だからこれを全部つなげると8点になるんじゃないかなと思ったんですよ。ちょっと初めてつなげてみます。5手と3手を足して8手、1、2、3、4、5、6、7、8と、ちょっと一瞬止まりましたけども、初めてつなげてみたんでちょっとご容赦くださいという感じで、次のトレーニングもう息絶えてますけどね、これだけで。うん、でもね、多分この2秒間で8手打つ、今の多分2秒だと思いますけども、2秒間で8手打つって結構いけてないですか。もうちょっとスピードアップして1秒でね、これが全部連動できるとなかなかの高い防御力になるんではないかなと思います。ただね、それを支えるには下半身もっと鍛えないと、今のスピードで5手いくじゃないですか。もう下半身グッと踏みしめてるんですけども、5手でもう完全にね、次の3手いくときにはもう一息つかないと体ぶれちゃうんですよね。ですんで、もうちょっとこう足腰を鍛えて走り込んでいったりとかして、スクワットとかしてしっかりと下半身を強めた後で、 5手から8手、8手から10数手とかっていう風に入っていかないと、やっぱり手の動きだけじゃなくてね、下半身しっかりどしっと三鎮立ちできないときついですね。三鎮立ち、あと牙立ちとかね、三鎮立ちとかできないとね、きついですね。やっぱ基本がすごく大事だなってことでございます。はい、今日も記録映画でございました。変なことするなっていうね、クレームは入れないでくださいね。励ましのコメントでお願いします。やる気がなくなっちゃいけないですからね、この文化根絶やしにできないですからね、牧人文化。これ持ってる人少ないわけですから、こんなマニアックな人は。じゃあまた動画見てください。いやー、でもこれね、5手3手つなげられてちょっと感動しました。いつかね、10分でも20分でも打てるようになりたいなと思うんですけども、今たった2秒ですよ。この2秒が本当に1分になり10分になり20分になるんでしょうか。格闘技経験者の方、もしくは牧人得意の方、ぜひねご指導お願いします。ありがとうございました。